ようございます、創業115年県内工房のジュエリーマナです、今朝はですね、菅谷祭りで、コーディネーターの大根田雄一さんにお手紙を送っておいたんですが、このようにお礼状が返ってきましたのでご紹介したいと思います。大根田雄一さんは長野県伊那市のヘアサロン大根田のオーナーでございまして、がん患者向けのウィッグというものをですね、NPO 法人を作りになって販売したりとか、ご自分のお店で、ヘアサロンをやるだけでなくて幅広い活動をなさっています、またワインのコーディネーターとして、自分のお客様に向けにワインを一緒に楽しんだりとか、いろんなお客様とのコミュニケーションを取るのが非常に上手なオーナーさんで、このようなお礼状をいただきました。ちょっと読みたいと思います。先日は菅谷祭りにいて、ご縁をいただきましてありがとうございます。今回私の方が皆様から良い刺激をいただくことができました。ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。Facebook での申請をさせていただきましたが、非常に、若い方ですが、真面目でエネルギッシュな方で、非常に私も刺激になりました。どうもありがとうございます。これからも一緒に頑張りましょう。